そしてあの今回、オクトパスとしても主題歌を、ね、担当していただいてます栗田さんと内田さんですけれども「LIKE は、はい」はいえっす、と like、はですね僕たちオクトパスの、えー、サードシングルの表題曲なんですけどもあのサードシングルの、まあ、クリエイティブテーマが「あのステップアップ」ということで、まあ、歌詞にもすごく肯定的で皆さんの背中を押すような、えー、歌詞でサウンドも まあ、特徴的なカッティングギターの音だったりあのその中に大人びたシンセサイザーの音だったりも入ってますのであのそういったところに注目して聴いていただきたいですしあのこの主題歌「あのライクをあの監督が聴いた時に本当にこの作品のためにある曲だって言っていただいてそれ覚えてますか監督。そううですねもう 覚えてますねいい。今の。さっきも言ってました僕。ああ、ありがとうございます。そ<れ>を <laughs> いや、本当に、いや、本当にもう,もう書き下ろしですしね、そのもうほぼ、ね。いや、僕は本当にこれはこの曲、でも本当に冗談抜きでもう家で何回も聞い仕事関係なく聴いてましたし、とてもライクな曲ですし。<laughs> ライクだけにもうほんとす隅です,隅です私は <laughs> <laughs> ありがとうございますあれファンネームまでありがとうございますあの振り付けもねありますよねはい。はい、どんな感じかちょっとやっていただくことって可能ですかはい<あ>じゃあ僕がやらせていただきますライクということでライクダンスっていうのを言わせていただいているんですけどまず皆さんグッドを作ってくださいグッドですはい。それではじゃあ皆さんも真似して 見てください。いきます。じゃあ歌お願いします。<laughs> ちょっと待って待って待って。<laughs> どうえそんな無茶ぶりある <laughs> じゃあ仲間あしないでもらっていいですか <laughs> <laughs> じゃあ歌お願いします。<laughs> あ軽くで大丈夫です。はい。せーの。Do what you like, do what you like, 好きなことだけ 試したいコートいっぱい難しかったですねちょっとポイントダンスくらいで冗談でした冗談。よかったーじゃあまず一から行きますね皆さんグッドダンスをグッドを作ってくださいで頭の上にで Do は h a t you like Do w h a like 好きいただけです <laughs> うもう俺らは最悪をね、触れてもいいけど、はい、皆さんがついていければ大丈夫。<laughs> 大丈夫かなついてきてるもね。なででもう見てるもんね。もうこれましたか ?YouTube でね。じいきますよ。5、6、7、8。DOWATYOULIKE。DOWATYOULIKE。<laughs> 好きな人だけ。お O! <laughs> できました本当 <laughs> <laughs> ありがとうございます。やったよ。取れた。ダンスしてたらあまりの激しいダンス。一緒にこうもにね、持ってね、共に。来ました。大丈夫ですか。はい、お二人ありがとうございます。ねあのぜひ清水さん、磯村さんにも楽曲をお聞きになってのご感想を伺いたいんですが、いやもうそうさっき言った通り、歌詞があの本当サビとかそれこさっきね、もう Do or t r u Like 好きなことだけ。 で、あのオタクとかも関係ないみたいな。こう、はい、レッツロールみたいなのも、もうそのまんまじゃないですか。すうん、ね。<laughs> <laughs> その本当にこの映画のためにあるんです、そのまんま。あだ,だから、本当聞いた時に、あ、もちろんね。内容もリンクしてるし、あのー、なんだろう。こうノリとしてもすごく。あのー、はねられるというか、気持ちがどんどん。なんていうか。体もこうつい動いてしまうようなアップテンポの曲なんで、それが最後にこう流れるの、すごく。 映画見終わった後もね、なん、か統括してくれてるというか、映画をぎュッと最後にひとまとまりにしてくれてる。感覚があって、すごく素晴らしい曲だなというふうに思っております。ありがとうございます。いいえ、ごじょう、おそれ、ありがとうございます。清水さん、歌詞完璧じゃないですか。入ってますね、歌詞ね入ってます。いやいや、俺、結構聞いてますから。嬉しい、嬉しいですね。ありがとうございます。ライブも行きましたからね。そうなんです。前回の、その、あの、実は。まあ、九月のファーストライブも来ていただいたということ。 なんで俺あのいろんなやつ持ってないんだと思ってああペンライトです <laughs> 次ちょっと持っていきますね差し上げますあいえいえありがとうございます椅子村さんは <laughs> 楽曲に関してはいかがですかいや、だか本当にライク流れて良かったなって思います。やっぱ冒頭のインパクトの音楽が強すぎるんで、<laughs> その差がすごいなって、だから本当にオクトパスさんのライクが流れて、ようやくこのネが完成したなっていうふうに僕は思いましたし、本当にあの、ステップアップっていうそのテーマ性に合って、るようなそのサビの部分とかも、ついついね、踊りたくなるような、そんな軽快なリズムで、すごく爽やかで、いい曲だなと思いました。ありがとうございます。 さんにもサイリウムはじゃあ、はい、次のライブとか、ね、次の十二、はい、月のライトっていうのはカラー変えられるんですか変えれますあじゃあおしのやさあ緑とかおすすめですね緑あち,ちなみにあのちなみにあの誰のカラーかわかんないんですけどオレンジとかすごい素敵だとたあなるほど緑も,もうわかりやすいよね栗だからもうオレンジだね <laughs> <laughs> も衣装からにじみ出るそう出てるね <laughs> メンバー緑ねそうなんですよ。